新しい人生に踏み出すわ。ベアとはロッケン島を猫箱に閉ざし、次の魔女のエヴァおばさんはその猫箱の蓋を生涯守った。その次の魔女のお前はその蓋を開けちまったがだからって何だってんだ。過去の真実なんてどうでもいいことじゃねえか。ええ、私はこれから真に生きる、そして自分だけの真実を結実するわ。頑張れよ、マリアージュ・ソルシエールの最後の魔女。マリアの魔導書を読んだぜ。あれはとてもいいことを書いた素晴らしい本だ。聖書だって翻訳がいる。ならマリアの魔導書にだって翻訳がいるだろう。お前がそれを翻訳するんだ。そしてかつてのお前と同じ境遇の子供たちに伝えてやれ。それがお前の新しき未来の魔女の使命だ。俺はいない。でもお前の後ろにいつだっていて見守ってるからな。知ってるわ。お兄ちゃんだけじゃないわ。みんなも一緒よ。俺もみんなもずっとずっと永遠にお前を愛してる。それを忘れるな。忘れないわ。絶対永遠に。それに六軒島の猫箱はまだ完全に開かれたわけじゃない。お前が中身を覗いちまっただけの話だ。だからお前が自ら蓋となれ。そして今度はお前が猫箱の中のみんなを守るんだ。俺や親父やキリエさん、いとこのみんなや、おじさんたち、おばさんたち、じいさまや使用人のみんな、幻想の住人のみんなをな。うん、今度は私がみんなを守らなきゃ。ならそれは急いだ方がいいんじゃない？あんたも知ってると思うけど、ベルンはもうじき一なる真実の書をパーティーで大公開するわ。会場には天国から地獄から異界から別世界からあらゆる世界の面々が集まってる。そこで中身を公表されたらもう何もかも手遅れよ。私行くわ。ベルンカステルにあの鍵を渡してしまった。私の責任だわ。私が行って取り返してくる。図書の都にか。しかし入る方法がない。あそこには結界があるんだ。あいつがこれをくれたの。これがあれば自由に出入りできるってバカなやつね。私を捨てるとき回収を忘れたんだわ。それよ、招待状と引き換えに渡される図書の都の臨時入館証。それがあればとりあえず一人は図書の都に乗り込めるわね。まあかけらの海を誰かが送ってくれればの話だけど。ラムダデルタ、私を図書の都に連れてって。エンジェ、それが私の責任の取り方だわ。私が一なる真実の書の公開を食い止める。本気で言ってんの？あそこは化け物中の化け物の服までよ。ベルンの庇護を失ったあんたなんて灰以下のハムシ扱い。ベチッと叩いて潰されておしまいよ。ラムダデルタ、そこには俺が行こう。お前は俺を送ってくれるだけでいい。どうせ俺は猫箱の中にしか存在できない虚無の存在だ。だが
エンジェは未来に生きなくちゃならない。そしてお前だって未来ある存在だ。だから俺が行く。俺には何も失うものなんてないんだからな。いいえ、これは私の責任、そして私のけじめ。私が自らの手でやらなきゃ未来は何も変わらない。そして未来の猫箱を何も救えない。兄弟で大切な話をしてるんだ。まずあんたたち、その組み合ってる手を解きなさい。鈴はバトラが持ってるのね。バトラ、跳ねてみて。跳ねる？こうか。次、エンジェ、跳ねてみて。なんで私まで。え？どうして。これと同じ鈴だよな。そんな、どうして二つ。私は一つしかもらわなかったわよ。どうしてかなんか知らないわ。でもとにかくあんたは都城の都に入れる鈴を二つ持っている。よってあんたたちの仲睦まじいやりとりをこれ以上見ている必要がなくなったわけ。最初から今回のゲームはあんたたち二人のものだわ。ただ対決するプレイヤーには若干の変更があったみたいね。あんたたち二人が競い合うゲームじゃない。猫箱をめぐって蓋を閉ざそうとするバトラとエンジェと、それを開こうとするベルンとの戦いだわ。エンジェはベルン側からバトラ側にチームを変更した。それだけの話。ラムダデルタ、俺たち都城の都へ連れて行ってくれ。待ってるわよね。連れてくだけよ。あとは今度こそ感激者に徹するからね。あんたたちが都城の都で何をどう戦って、どうベルンにコテンパンにされるかをじっくりたっぷり間近で感激してるだけだからね。ラムダデルタ、ありがとう。